どうも、シューズ TV です。現在アンティークショップのベンソンやロッツォがサニーサイド保育園からストレッチを仲間に加えたみたいです。ロッツォは心を悪くする天才なので、どん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 いろんなおもちゃを悪い心にして自分たちの仲間に加えようとしています。それにサニーサイド保育園はもともとロッツォが仕切っていたということもあって、ロッツォにとっては簡単に自分の手下にできちゃうんでしょうね。まあストレッチはとっても強いおもちゃで、壁とかにもなんかへばりついたりできるので、もう何としてでもですね、あのストレッチも仲間に加えたいところなんですけど、もうこのままだとロッツォがどん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 悪い心に変えていくので、とりあえずロッツォを説得しちゃえば一番早いんじゃないかなって思ったんですよ。とりあえず最近仲間になったばっかりのトゥイッチに現在のアンティークショップの様子をちょっといろいろ聞きたいなと思います。スマイリーロックさん、教えてください。 Twitch はアンティークショップの現在の様子なんて言ってますか？ああ、アンティークショップにいるロッツォはとっても恐ろしいと言っていますよ。自分でもなんで悪いことしてたのかわからなくなるくらい、とっても洗脳するのがうまいらしいんじゃよ。やっぱりそうなんですね。ロッツォは悪い心に変える天才なので、どん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 仲間を増やしていくつもりなんですよ。ああ、そしてベンソンがジェニーちゃん担当らしいんじゃよ。わしらに見つからないようにしているみたいですね。なるほど、やっぱりベンソンはジェニーちゃんを絶対僕らに見つからないように隠しているみたいですね。もうここはやっぱり何としてでもベンソンがコントローラーを見つける前にロッツォを説得したいなと思います。あー、ちなみにロッツォは昔デイジーという女の子のおもちゃでしたが、その時一緒にいたおもちゃのジャックルズはボニーの家にいますよ。いろいろ知っているかもしれませんね。そうなんですね。そのボニーの家にいるチャックルズを連れてくれば過去のことがいろいろわかるわけですね。ありがとうございます。ということでですね、皆さん今からボニーに電話をしてチャックルズを貸してくれるかどうかを聞きたいと思います。いやー、どうなんでしょうね。チャックルズをね、貸してくれるんでしょうかね。どうなんだろうな。あ、もしもし、ボニー、あ、久しぶり。元気？あ、シューズ TV を、あ、最近パソコンで見てくれてるんだ。へえ、嬉しい、ありがとう。あ、最近はあんま外出をしないように、あ、してるんだ。え、ありがとう、ありがとう。そうなんだ。あ、そうだよね。ちょっと怖いよね。ベンソンね。ベンソンが怖いよね。弁当じゃないよ。弁当じゃなくて、ベンソンが怖いよね。そう。弁当だとちょっと全然違う感じになっちゃうからね。ところで、ボニー、フォーキー？あ、あ、ベーコンフォーキーじゃなくて、デーモンフォーキーね。デーモンフォーキーが、そう、いろいろね、強いからね、活躍してくれて。そう、だからボニーのおもちゃたちすごいね、活躍してくれてるんだよ。あ、ちょっとごめん、ボニー、話聞いてもらっていい？ごめんね。あ、ごめん、ちょっとだけ、ごめん、チャックルズっていうおもちゃ持ってるじゃん。持ってない？ほら、ピエロみたいなやつなんだけど、あ、最近全然遊ばなくなっちゃって、もうどこにあるかわからない。あ、そうなんだ。そっか。もしボニーさ、今からちょっとお兄さんさ、ボニーの家行って、で、チャックルズ見つかったらさ、それちょっと貸してもらってもいい？くれる？あ、もう遊ばない、チャックルズは。あ、そうなんだ。ああ、そうか。ああ、とっても大好きなんだけどね。あ、顔がちょっと怖いんだ。あ、顔がちょっと、あ、まあ、ピエロだからね。大好きなんだけど、あ、お兄さんにくれる。あ、ありがとう、ボニー。じゃあちょっと今からボニーの家行くからさ、チャックルズ、ちょっと一緒に探そうね。はーい、ありがとう、はーい。皆さん、ボニー、最近チャックルズとあんまり遊んでないらしいんですよ。今からボニーの家に行ってチャックルズをもらいに行きたいと思います。
はあ、皆さん、ボニーの家に行って探したらチャックルズありました。そしてなんとチャックルズをもらいましたよ、ボニーから。いや嬉しいですね、チャックルズです。さあということでですね、チャックルズは昔デイジーという女の子のもとでロッツォと一緒だったんですよ。昔のロッツォのことを聞けばもしかしたらいろいろわかると思いますので、ちょっと聞いてみましょう。スマイリーロックさん、教えてください。チャックルズは昔のロッツォのことを何と言っていますか？ああ、ロッツォは昔とっても優しいおもちゃで、デイジーがチャックルズを庭に置き忘れた時、ロッツォは助けに来てくれたりもしたそうなんじゃよ。そうなんですね。じゃあもう本当にロッツォって昔は優しかったんですね。とっても優しかったロッツォは、ビッグベビーとチャックルズと共にデイジーが外に置き忘れてしまった。そこからみんなでやっとの思いで家にたどり着いたんじゃが、ロッツォだけ代わりがいてもう戻れなくなってしまったんじゃな。ロッツォは心の中でもう人なんて信用しないと思ったそうなんじゃ。そうなんですね。でもそんだけ優しかったおもちゃがこんなに悪いことをするなんて本当に不思議ですよね。でもロッツォは昔優しかったということは、やはりシュンズ TV の力で優しい心にできると思うんですよ。でもやっぱり一度捨てられたという経験があって、それがトラウマで人間のことをとても嫌っているみたいなので、少し時間はかかると思いますけども、ロッツォは人間はおもちゃを捨てるものだと考えていて、人間のことをとても嫌っている。なのでベンソンを使っていろいろ私を攻撃してきていると思うんですけども、でももともといい心だったということは、絶対にまたいい心にできると信じてますので。そしてですね、まあリモコンをやはりなんと、お、ビデオメッセージが届きました。ビデオメッセージってなんだろう、ちょっと怖いな。メッセージ見てみますね。よいしょ。はっ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 は、ベンソンチームの諸君、ベンソン様の登場だ。はっ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 は、コントローラー探しに少し時間がかかっているけど、必ずシュンズ TV を潰すから、ベンソンチームはこれからも私を応援しろ。ベンソン、くっそー、シュンズ TV を応援してくれている皆さん、ぜひシュンズ TV チーム負けないようにしていきましょう。ではまたお会いしましょう。さよなら。あー、皆さん、チャックルズが仲間に加わったことでロッツォのことをいろいろ聞けそうですね。あ、さて、スマイリーロックの質問コーナー、スマイリーロックに質問です。スマイリーロックは恐竜の頭のジェニーちゃんは見えますか？ああ、わしには見えませんよ。あの姿が見えるのは恐竜か虫のおもちゃだけじゃな。スマイリーロックさんに質問です。なんでスマイリーロックの質問コーナーをスマイリーロックのコーナーになってるんですか？ああ、左上に書いてある文字じゃな。確かにもともとは質問コーナーと書いてましたが、最近は皆さんの作戦も読んだりしますので、スマイリーロックのコーナーにしましたよ。これでほとんど勝ち確やん。ああ、そうじゃな、確かに今現在シュンズ TV チームの方が有利だと思います。あ、でもベンソンたちが水面下で何をしているのかは分かりませんけどね。あと、コントローラーを見つけてしまったら急にシュンズ TV がピンチになりますね。ロッツォも早くいい心にしないと。
ああそうじゃな。あちなみにあなたのトップガもロッツォみたいですけど、あなたの家のロッツォは優しい心ですかね。たまたま今アンティークショップにいるロッツォが捨てられた経験があって悪い心じゃが、世の中にいっぱいいるロッツォの多くはいい心だから心配いりませんね。ああ皆さん、ジャックルズとともにいろいろ作戦を考えていきたいと思いますよ。またお会いしましょう。